おはようございます。今日は4月5日、4時15分の相場解説になります。今日はね、昨日の4月4日の18時をまず最初に、一緒に見ていってですね、その後、今、リアルタイムの4時間足、そして1時間足ということでお話していこうかと思います。よろしくお願いします。まず、昨日の18時、夕方なんですけども、記録引いた線の延長で、要するに、この、ローソク足、値動きが、このゾーンに絡んできてますよね。この黄色い線に、延長線上に。これが何を意味するかってことなんですけども、一つは、軽くレンジに入ってるってところなんですよ。あとは、この下の部分に顔を出さずに、上の部分で展開してるってことで、やっぱり緩やかな上昇トレンドをこれからも書いていくんじゃないかなと思うんですよね。一回、下に、ドーンと下がるチャンネルラインを引きましたけども、そこからブレイクしたんで、基本的にはこっちの上の方にね、値動きが展開されるということです。これを踏まえて、じゃあ今の時間4時間から見ていきますよ。4時間なんですけども、これ上昇トレンドそのまま継続ですよね。ちなみに1日そして1週間、こちらの足今お見せしませんけども、ともに上昇トレンドそのままでございます。だから一旦ここで変わり目が生まれたかなと思ったんですけども、変わり目が起きた後にさらなる継続というね。だから変わり目の後って大体それまでの動きとは反対側に行くってことを指すと思いますけども、私の考えではですね、変わり目の後にさらなる上昇トレンドという風なね、いわゆる上昇継続っていう一言で言ってもいいんですけども、そちらの方が今回は考えられるかなと思って見てますね。じゃあ改めて1時間の方を見ていきましょうか。現在の1時間足ですけども、どうでしょうかね。昨日の18時から考えると、緩やかな上昇を見せている。で、なおかつ、レンジはレンジで、ここに存在してるって感じですよね。そう考えると、これからも、倍の方で緩やかに取れていけるんではなかろうかと思うわけですよね。じゃあ、それから数時間経って、今回はね、これほど緩やかにいってますと、ブレイクしてブレイクアウトみたいなね、ズバーンとした跳ねはあんまり考えられないと思うんですよ。じわじわとこの小さいロウソク足が、ロウソク足ちっちゃいでしょ、ここ。ね。このちっちゃいロウソク足が、少しずつ123円に向かっていくんではなかろうかと思うところで、今日は解説終わらせていただきます。はい。じゃあ追加なんですけども、ロウソク足一本一本の大きさ。今矢印でお示ししているところは、ローソク足ちっちゃいですよね。でも、このチャンネルラインは結構大きめのローソク足出てないですか？で、大きめのローソク足が上に行くのか下に行くのかの方向性を決めているわけなんですよ。ちっちゃいローソク足がね、少しずつ上に上がったところで、大きなローソク足が一発でチャラにして、で、また同じようにちょっとずつ上がっていくんだけども、大きな流れが、それをチャラにしてって感じで、ここで考えられるのは、しっかりとした資金を持ってる方がこの大きな波を作ってね。で、あんまりお金がない大多数の人がちっちゃいローソク足を作ってるっていう風に見て取れるってことなんですよね。じゃあ今は巨大な資金が入ってないという風に見えるわけですよ。大きな資金が入るときがドバーンと大きな陽線なり陰線を書くときだと思いますんで、それについていけばいいかなと思ってます。じゃあ以上でございます。